Hello everyone, and welcome once again. This is JC over here, and today I'm going to do another episode that is called 100 meter dash confrontation. So this is between Matsumoto versus Team Hamada. So most likely Hamada, if it is 100 meters, Matsumoto versus Hamada and another three guys, Yamasaki, Endo, and Tanaka, 25 meters for each of them. It's going to be fun. I don't know what kind of stamina and speed Matsumoto has, but if it is what I'm thinking, the four guys, I don't know how will they relay, if they just need to reach a point and depart, or they need to transfer the, I don't know how is it called, the baton that usually is passed between each team member. If that is the case, it might be a little bit tricky for them to win this one. But fresh legs, so let's see how this one goes. The battle, the full version. Okay. Okay. で、ココリコ山崎はもうあなたにあげますよ。それで私まあいろいろ考えたんですよ。100m 徒競走、僕は一人で用意スタートで一人で 100m 走りますから、あなたたちはリレーで、バトンで。こうして松本 VS 浜田ココリコほかの 100m 走対決が決定した。果たしてその勝敗やいかに。対決当日、まずは浜田チームの個人能力が試された。3年、とりあえず、じゃあ4人それぞれまず1人ずつ走ってもらいましょう。 OK です。どのぐらいのもんなんかわからないんでね。 100m です。あそこにスタートを見るでしょ。So basically Matsumoto is getting them tired already by doing one run before he does. 見たら結構ありますよね。 The final one ありますね。100舐めてましたね。これを1人 2,30 回走ってもらいます。あかん雰囲気見てみないといけないんで。はい、誰から行きますか。じゃあ誰でもいいですけど、もうこの順番で行こうか。山崎から行こうか。まずは一番遅いと思われる問題児山崎。よーい。お、Okay, Suga Kenji is the referee that has the gun to start. Oh, 16 seconds. Not bad. I think I could do a little bit better than 16. Even out of shape.若干31です。まあまあ、30言われへんねん。I think I could do just a little bit better than 16 seconds. Even out of shape. And I'm really out of shape. まあ、うちはね、山崎よりも何よりもここの2人がわからないんですよ。あ、これ見たことないんです。ちょっと遠藤行ってみませんか。いや、田中行きますか。田中遅そうなんですよ。田中ちょっと。田中に俺は期待してるんですけどね。続いて、運動能力は全くの未知数、田中。これ遅いぞ。やばい。左手が上がりすぎやね。ものすごいかっこ悪い走り方やで、お前。左手が。テクニックは awful。He's faster than Yamasaki。お前が。逃げて。早いやん。なんで悪者から逃げてるみたいな感じなの。なんでシンジケートから逃げてるみたいな。なんか。Running away from the syndicate。全然走らなかった。Could I beat Tanaka's time? Maybe that's a challenge I need to do as well. I'm completely out of shape. I don't know what kind of result I might do. But I think I can do better than 60, yes. He's laughing. Pepsi Man! Pepsi Man! 伸びた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 。早い。
Oh, 13 seconds. That's quite good.それでさ、俺不思議なんやけど、お前らなんで乱れてないの、呼吸が。ごっつい普通やん。若さですよ、若さ。なんで俺が最後走らなかったんやから。いや、ちょっと早、俺は早めに走らせてくれよ、それやったら。俺もう、はぁ言うで、お前。意外と、ここが一番遅いんちゃうか。でも、もう年ですもんね。もう年ちゃうもん。年ごまかしとるからな、あれ。えごまかしとるね。マジっすか。今やから言うけど。いや、だって、36歳。ためちゃうもん。俺は36やで。あいつ A ちゃんと一緒ぐらい。50近い。50近いじゃないですか。最後はキャプテン浜田。Okay. 果たしてどのような走りを見せてくれるのか。よーい。初めて見た。It's quite poised. He's not shaking around. なかったけど。あ、来ましたよ。どんどん来ました。結構伸びあるか。Oh, yeah! 1454, so it's there thereabouts with Tanaka. Endo is the fastest, Tanaka, and I don't recall exactly which one is the. Yamasaki is the worst, Tanaka and Hamada is like in the middle. やっぱココリコは若いの。いや若い力やな。若いです、これは。順番で言うと遠藤、はい、田中、で浜田、yeah. まあでも団子ですよ。そうですよね。かなり相手、山崎さん。かなり相手ないじゃないですか。やっぱり山崎さん2秒。リレーの 100m とはまだちょっと違いますよ、はい、それは違います。バトンのあれもあります。はい、Yes. That's what I was thinking. ちょっと遅くなりますよね、これよりは。今からバトン練習しましょうよ。そうやな。ね。そうしよう、やりましょうよ、やりましょうか、浜さん、やりましょう。はい、ごっついパワーなくなってる。頑張って。これはもうおっさんの力や。もう何にも喋られるなって思ってる。 A ちゃんと一緒ですもん。 A ちゃんと一緒。さあ、もうすぐやろうか。今やろうか。今やろう。今こっちボスまだごっつい息はは言ってるんですか。待ってくださいよ。もうすぐやろうや。まずちょっと待ってくださいね。もう当然言うまでもなくバトン落としたりしたらもうそこの時点でもう負けですからね。そうですね。はい、はい、それは分かってます。あ、落としたら負け。落としたらもちろん負けですよ。そう、ま、負けどころか。いや、落として、なんで落としたって取ってもらえば走りゃええわけや。いやいや、もう絶対ダメですよ。落としたらもう負けですよ。それは分かるわ。勝ちに等しい負けですけどね。分かりますね。女勝ちでしょ。いやいや、でも負けですよ、それは。何言ってるんですか。いや、一つ見ても一つなくてもね。いやですよ、そんな。落としても拾ったら大丈夫。拾って慌ててやりましょうね。あ、拾ってやってもいいですけどね、はい、まあその頃にはもう僕はもう家帰ってますよ。ほな、ちょっと我々はちょっと行こう。はい、分かりました。 I want to see what kind of time Matsumoto is able to do。マジでどうするんじゃん。一人で寂しいんですよ。アホが、アホばっか揃いやがって、ほんま相手してほしいね。そうでしょ、寂しいだけでしょ、ね、よっしゃ。いや、マジでほんまにどうしようか。ザキさんがね、どこへ持っていくかやな。一番遅いですもんね。浜田さん最後でしょ。これは、これは決まってんのかな。え、俺が最後っていうの決まってんのかな。浜田さん最後でしょ、やっぱり、うん、浜田さんがぶっつけるか。こっち立ち位置変えようか。立ち位置変えようか。25にするか。20、21、22。なるほど。I think if they did only Endo, probably they could have win. どっちかにした方がいいですよね。どうするかっていう。これが決定した浜田チームの順番と距離。浜田が最後の 40m を走り、松本のゴール差を競う。 They should give Endo 40m。 軽く走ってええからさ。はいはいはい。 And they put Endo on the start. Actually Endo was faster at the end. 微妙やな。微妙やな。どっちが有利なんやろな。なんぼ山崎って、いや、遠藤でダー行ったところで多少ブレーキかけるようなもんやからな、はい、田中へ渡すときにな、はい、これちょっとヤバいんちゃいますかね。なんぼ出しんの。ぶっちゃいだらしい。そうですね。どれぐらいで走るんですかね、松本さんは。浜田14秒台ですもんね、うん、
絶対それよりも早いってことは絶対ないでしょ。松田さんが浜田さんより早いってことは絶対ないでしょ。ないない絶対ない。Meditation. Just chilling. 俺自由受け持つから、あと受け持ってくれへん。いや分担して。いやそれはね、ちょっと待ってよマジでな。いやええねん、もう20、20、24でええねんけど。いいですか。宇宙でな、山崎行ったって遠藤行ったってあんま変わらへんような気するな。そうなってくると。ただお前出し切ってないもんな、さっき。僕出し切ってない。What I will do is I will just make the departure of all the three guys running like passing the baton like 1, 2, 3 and passing it to Endo immediately, and then we'll just run to the end. They would lose the time of passing the baton immediately, so it was just on the departure like pass immediately to Endo and just Endo running all the way.I would say that way they would have a chance because Endo was quite fast. Meeting の結果、山崎を一番手に変更。スタートで松本にプレッシャーをかける作戦に出る。I like this. I don't think they are going to win. いいんですか、走らなくて。全然走らない。Probably Matsumoto is not faster than Hamada, but he's not much slower than Hamada. So he's probably around the 15 seconds mark.I think he's not as slow as Yamazaki as well, 16s. But I think that the four of them are going to get a combined time of around 16 maybe, because of the baton passing between all of them. Like I was saying, I think the best way actually is just at the start put the four guys all together and just...When Suga Kenji would just do the firing, would just pass, and then would just run. That would give you around 14 seconds or 14 high seconds, and I think Matsumoto is around the 15. Team leader, Team leader, あれやもん。持久力ないもん。マジっすか？頭痛い。頭痛い？まあでも 100m ほんま始まってませんからね。あれだけでしょ、アシタン。あの子、わかる。マジですか。ちょっと見に行こう。はい。行ってきますよ。うん。リーダー、リーダー。リーダー。うわー。そう。リーダー。リーダー待ちです。リーダー。What happened? 一本しか走ってないじゃないですか。ちょっとリーダー。あとはバカンしかないわ。いや、バカンしかないですよ。行きますよ。ちょっとリーダー行きましょう。今日集まってもうたら他でもない。いや、いいんですよ、そんな。行きましょう、早く。絶対すごいバトンやってますよ、負けたら。まあ、勝負っていうのは分からんからな、これ。すいません、困りますって、マジで。俺はもう負けてもええやないか。あかんか。僕もサムソンで行きましたよ。え、何が？ものすごい弱音吐いてた。担ぎせえへんって言ってました。いろんなパターンのシミュレーションしたんですって。でも全部自分が負けてるらしいですよ。なるほど。元気やね。本番多分いきなりで来る。もう俺らはウォーミングアップせなあかん。僕らしましたよ。しましょう。まず倒すってました。大丈夫絶対。はいはいはい。まあほら、坊主やから風の抵抗はあんまりないから。まあそうだね。ビッグセッションがでもね、全部タイムを揃えて。うん。少しでも早く。なるほど。バトンの行き方は違うのか。あほう。あれ何や今の。誰ですか。誰や誰が。まあでもほんま。こけるのはなしでしょ、ほんと。いや、こけるんだよ。だから、こけるのはなしですね。こけるんだ、ほんま。別に落ちもないわ。10周年記念スペシャル企画、松本 VS 浜田ココリコ他ココリコへのお題対決。山崎競争の
やめてくださいこのココリコほかっていうのはもう、うん、ごめんごめん。さあどうしましょう。さあ緊張してきましたね。いよいよ来ました。来ましたね。緊張してきましたね。もう一度言うときますよ、はい、我々浜田チームと、そして松本一人が 100m で対決します。はい、はい、そしてこちら見てください、はい、まあ、松本が 100m、はいはい、浜田チームの順番と走る距離はこうなっております。よっしゃ、はい、私正直言いましてこのボードを見た時に、はい、あ、やったなと思ったです。林先生というのは何でしょうか、遠藤君や田中君の力が出る前に、はい、もう次の人にバトンを渡さないといけない。 Yes。 しかもスタートというのは結構肝心なもんなんです、はい、そこで一番遅い山崎を出してきたというところもこれまた失敗です。そして最後40メートルを走るこいつがもうほとんどもう死にかけの状態なんというこのデータを見た時に私あやったなと思ったんです。林先生ですから、これは多分私勝ちますね。ただ僕今日初めてこうまじまじと見たんですけど、I'm putting my eggs on 勝てます、松本 to win。 だからこそ、 and he's exactly spot on on what is happening. The guys that had the most speed, Tanaka and Endo, only started developing their speed like a quarter, like 25 meters in to their run. 先生、これは、俺はチームは関係ないから、ほら、来た。自分でウォーミングアップしてくれたら。お願いします。うち、あの、先生とか、あの、全部、専門家用意してる。はい。ボス、さすがやわ。さすがっすね。金使ってくれましたね。ありがとうございます。ドクターまで用意してくれた。ありがとうございます。さすが。どうもお願いします。どうもお願いします。お願いします。じゃあ、君は君で、あ、来た来た。ウジワラ。いや。As a coach. まだ汚いよな。ちゃんとおるわ。ちょっと待って、ドクターは兼用にしといてやさ、せめて。じゃじゃあれドクターどうした？いや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 。大丈夫、救急箱持ってるから大丈夫。持ってるから小さいな。ちっちゃいな、救急箱。何してもらうねん、それ、こいで。いやいや、教えてもらうんですよ。ね、やり方するか。君は藤原のテッドボックス。そうですよ。何持ってんの？救急箱と。はい。これ何やのこれ。これはあのウォーミングアップするときに下引いてもらう。こんなもん出落ちやからな。これ以上やるよあれ。この時に姿勢を大事にしてください。はい、楽しい。ほんまにあれ意味あるか。いだだ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 だ弾けへんか。弾けへんのじゃいいけど。はい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 、走ってます。はいはいはい、走ってます走ってます走ってます。はいはいはい、走ってます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 。はいはい。あ、まあ持ち替え方がいいね。そのままがいいね。Okay, a lot of training.A lot of training, a lot of resources on one team, and one man wants to destroy it all. Wow, doki doki してきた。Moment of truth. Okay, Matsumoto was neck and neck. Tanaka. Matsumoto is going. Yeah!
Matsumoto has won! 14-61. It was the relays. It was the relays. He almost threw a slap on Hamada. Baton got taken. Gato no yara! マギを認めよう。ちょっと待って。抵抗しますよ。何で負け認めるんですか。いやもう負けでええ。勝った。松本。めっちゃ早いですよ。14-61 や。切ったんや。うん勝ちでええわ。ちょっと潔すぎますよ。ちょっともっと粘りましょうよ。ええやん、美味しいやん、罰ゲーム。Would be awesome。 そうなんす、俺なん絶対言わないじゃん。爆発じゃないですか。今回は4人の罰ですから。でもごっつい罰ゲームに前向きなんですもん。いや俺は嫌ですよ、やりたくないっすよ、そんな。俺だけちゃんとスムーズにできてて、それで罰もらうみたいな。しゃあないやんか。しゃあないやんか。そんなん絶対ひどいこと考えるんですって。だいたいね、これね、テレビ見てる人はなんやかん言いながら松本が負けて終わるんやろうなと思ってたはずなんですよ。いや、そう、思ってましたよ、正直。ところがそうはいかないんですね。うわぁ、まさかよ。うわ、きつしゃあない、これなあ、これ取られへんかった。なんでそんなあっさりしてるんですか。Yeah, it was the last one. I think they were quite neck and neck for the first three. The last transition was horrible. He almost slapped Hamada in the face.It's amazing. Alright, so basically that was the 100 meter dash challenge of Matsumoto Itoshi versus Team Hamada. And a little bit what I was predicting, the transitions between racing and putting the guys that had the best time running less meters was a mistake in my view. They should just probably put Yamasaki making the departure and doing the first 5 meters or the first 10, and then everyone else doing 30-30, because you can develop some speed afterwards. But even with that, I would say that Matsumoto made a good time in line with what Hamada did on his first attempt as well alone. So it was faster than Yamasaki, and it was slower than both guys from Kokoriko. So, but it was like almost neck and neck with Hamada, I think. It might have been slightly slower, but I think that Matsumoto also did a good time for him. And even with all of those transitions and all of those relays, they still managed to do almost exactly the same time. They lost just by a small margin. And it was the last transition that basically screwed up everything, because they were neck and neck on the first three runs, let's say. Only on the last one, you can see that there was a huge gap on that transition, and it made them lose. But yeah. That was a great one again. And I hope you have enjoyed this one as well. And I will see you on the next one.